これは貴重ですね。はい、あの最後の御瀬と言われる大変貴重な資料でございます。初代白川郡八郎ですね。初代高橋竹山さんの、いや、ちょっと初めて見ましたね。はい、どうも皆さんこんにちは。津軽三味線指揮道小山光山でございます。本日は邦楽ジャーナル純邦楽 CD ショップハウにやってまいりました。この邦楽ジャーナル視聴コーナーは津軽三味線和太鼓こと三味線尺八の CD の視聴のほか、貴重な資料を見たり購入したりできます。邦楽ジャーナル CD 視聴コーナーへの道のりは丸の内線東高円寺駅一番出口から徒歩10分、出口を出たら公園の側道をまっすぐ進みます。ここから先は住宅街、目印もなく迷う方が続出しているんだとか。やがて突き当たりが見えてきます。突き当たりを左へ曲がります。その先右に2回曲がります。十字路が見えてきます。十字路を左に曲がり、突き当たりを右に曲がります。すぐに左へと曲がり、しばらくまっすぐ進みます。2つ目の角を右へ曲がります。旧西軍めぐみの家が目印です。ここまで迷わずに来れましたでしょうか。高瀬と書いてある表札のところがハウになります。いつもスカイプで教えている外国人の津軽三味線の生徒さんに、楽とか本とか CD とかね、そちらを買える場所がないかと聞かれることが多いので、こちらをご紹介させていただきたいと思います。入ってみたいと思います。はい、それではこちらの方に行ってみたいと思います。CD がたくさんありますね。こちら純邦楽 CD ショップハウということで、お、そしてですね、これ素晴らしいですね。邦楽ジャーナル創刊号1987年2月ですね。これは貴重ですね。はい、それでは店長の岩下さんにお話を伺いたいと思います。はい、岩下です。よろしくお願いします、はい。まずはですね、この視聴コーナーを作ったきっかけというのは教えていただけますでしょうか。はい、月刊邦楽ジャーナルの、編集部が以前は高田馬場にありまして、でその狭い編集部の一角にもともとは視聴コーナーがありました、で2018年に事務所が引っ越しをするときに、編集部と商品の倉庫を分けようということになりまして、商品の在庫と一緒に CD とか資料もこちらに移動しました。それで、片付けてみたらなかなか居心地のいい空間になったので、せっかくなので公開しようということでオープンしました。はい、そういったきっかけなんですね。ありがとうございます。多分日本でね、こういう視聴購入ができるコーナーっていうのは唯一ですよね、邦楽の CD でね。そうですね、見て聞いて、ね、買えるっていうのは多分ここだけじゃないかなと思います。そうですね、でここで実際に CD を聞いたり、DVD とか VHS ビデオも見られますし、でお気に召したら買って帰っていただくと、そうですね、いうことができます。普段はオンラインの、ハウというところでも販売しているということですね。はい、そうですね。そして、邦楽ジャーナルさんはですね、普段、和太鼓、琴、三味線、尺八をテーマにしたですね、月刊誌、邦楽ジャーナルを刊行されています。以前はですね、和太鼓、津軽三味線情報誌、バチバチを刊行されていたそうでございまして、こちらのバックナンバーも購入できまして、バックナンバーがないものに関しても、こちらで拝見ができるそうでございます。楽譜に関してもですね、よく聞かれるんですけども、どういった楽譜があるんでしょうか。はい、津軽三味線関係ですと、小山三次民謡集ですとか、あと、新田流さんの楽譜ですとか、あと宍戸さんの、ね、津軽三味線オールインワンとか現代曲集も置いてます。でまた、小山光林さんによる入門書ですね、津軽三味線バイエルや、あと五線譜でこうポップスを弾こうみたいな、そういうものも置いてます。岩田桃楠さん著ですね。はい、はい、あとこれは福井光大先生のね、はい、入門書ですかね。入門書ですね、はい、学習というか、はい、そしてこちらは資料ということでね。そうですね、これもう今手に入らないんですけど、吾妻さんの楽集ですね。これもまあ見ていただくことはできます。なるほど。はい。ありがとうございます。CD や資料はどういったものを置いているんでしょうか。はい。津軽三味線関係ですと、現在活躍している、現役で活躍している方々の CD はもちろんありますし、吾妻博道さんであったりとか、吾妻さんの
こう、ね、まあこれはファーストアルバムですけれども、ね、最新まで置いてます。はい。私のも置いていただいてますしね。はい、そうですね。三代目小山豊さんの CD であるとか、はい。国健さんとか、まあ木下真嗣さんとか、そうそうたるメンバーの CD が、はい。視聴できて、なおかつ買えるということですね、はい。素晴らしいと思います。はい。で、それ以外でちょっと珍しいところですと、白川郡八郎、初代白川郡八郎さんの、SP 版を、CD 化した、貴重な音源。そうですね。曲弾きの元祖と言われているですね。はい。白川郡八郎の、音源がこちらで購入できるそうでございます。はい。あとは、初代高橋竹山さんの、はい、CD でも、ちょっと珍しい、生誕100年記念版ですとか。素晴らしいですね。はい、ジャケット初めて見ましたね。はい。あと、これは、竹山さんが有名になるきっかけになったと言われている、うん、ドキュメンタリー、テレビ番組を DVD 化した、カンバチという、はい、DVD。拝見しました。はい。こういったものも、置いております。はい。はい。そして、なんか、売れ筋っていうのがあるそうです。そうですね。まあ、おこととか尺八とか、うんうん、そういう CD もたくさん置いてまして、でもこれまでで、ネットショップで一番売れている CD というのが実は、ゴゼさんの CD でして、なるほど。はい、最後のゴゼと言われる小林春さんの96歳の時の演奏を収録したという CD が、一番売れております。はい。なるほど。そしてですね、こちら邦楽ジャーナル純邦楽 CD ショップハウではですね、津軽三味線の歴史研究所で、今でも手に入るものはこれという名著、津軽三味線マンダラが、手に入ります。私も実は2冊買いました。はい、ありがとうございます。これは青森放送でディレクターとして活躍されていた松木さんという方が、邦楽ジャーナルに連載されていたものを一冊にまとめて、さらにちょっと書き加えたりして出したものでして、付録の津軽三味線奏者系譜、ね、これは貴重ですね。これももう必見ですね、ファンの方は。はい、大変貴重な資料でございます。はい。そしてですね、このショップを運営されている雑誌はですね、月刊邦楽情報誌邦楽ジャーナルでございます。これはどういった、月刊情報誌なんでしょうか。はい、1987年創刊、今年で、35周年目に突入しました月刊の邦楽情報誌です。演奏会情報をはじめ、楽器の演奏法ですとか、邦楽の歴史の読み物など盛りだくさんです。コロナに負けず毎月発行しています。どこで入手できるんでしょうか。はい、全国の和楽器店、あとは、インターネットからお申し込みいただいたり、定期購読も受け付けております。はい。そしてですね、この邦楽ジャーナルね、2021年4月号にはですね、私の第6回指導公演、2021年7月11日の公演情報も載っております。無料の公演情報も掲載させてもらいますので、ぜひ連絡してみてください。そして、こちらの場所の方ですけれども、いかがでしょうか。はい。地下鉄丸の内線東高円寺駅から、徒歩10分ほどです。ちょっと分かりにくいんですけれども、お気軽にいらしてください。でいらっしゃる際は事前にお電話かメールでご予約をいただければ幸いです。はい、そちらの連絡先は、詳細欄の方に書いておきますので、ぜひそちらもご確認ください。それでは楽しい三味線を。 See you later。ワンポイントアドバイス更新していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。サークル始めました。メンバー募集します。よろしくお願いします。初心者に絶対津軽三味線教室指導、1000人に教えた講師が直接指導。新宿よあけぼの橋四谷、スカイプオンラインレッスン、予約キャンセル料無料。楽器を持っていなくても上達できる。詳しくはホームページで。